あ、これかわいい。あとはこちらを買います。バルーンの注文をしてきました。かわいいバルーンができるといいね。ね、今からケーキを買いに行ってきます。楽しみだ。ごま塩とバジルチーズ。ごま塩とバジルチーズ。を買いました。いい感じのがあったね。無事に。あ、よかった。めちゃくちゃ楽しみ。食べるのが、食べるのバルーンをもらいました。サッサン来た。めちゃくちゃいい感じのホテルだね。ケーキサンタ。ねえ、やっぱ新しいって感じがする。こちらですね。やば。うわーやばー。やばいね。じゃじゃーん。わー最高じゃない。すごー。超かわいいお部屋。お部屋はこんな感じ。いい感じだね。ね。今日はね、誕生日ホカンスなので、今から片付けをしなければなりません。そうです。お水があって、お札の冷蔵庫、コップ、あ、グラスある。あ、グラスある。なんかすごい。綺麗だね。めっちゃ綺麗。ちょっと荷物はあれなんですけど。でも可愛いよ。あー、いいね、お風呂も。あ、めっちゃいいね。あ、いい。素晴らしい。ここも脱衣所がないって思ってもここを閉めるんですよ。なるほどね。そういうことか。すごい。よし、膨らましていくでござる。閉めていこう。はい。え、うよ。できた。いいじゃん。膨らみました。クラシーンで買ったやつだね。うん、クラシーンで買いました。どうかな。はい、3も膨らんだ。あ、可愛いじゃん。見て、ね、いい感じ。ゆるくないですか。ゆるい。うん、え、どんな感じ。いけた。私、今年32歳の誕生日でございます。おめでとう。ありがとう。前回はこんなことできなかった。どっちもいなかったからね。そうだよね。32歳の人と23歳の人と一緒にお祝いできるんだね。うん、あんまないよ、そのシチュエーション。でもさ、10歳差で付き合ってたらさ、どう。うん、一緒にお祝いできるってこと。ちょっと試行錯誤して飾り付けします。ケーキ、わあ、かわいい。ケーキ登場。めっちゃかわいい。いいね、食べきりサイズ。うん、3回程度振るらしい。うん、こんな感じで入れます。本当にゼリーじゃん。すごい。
かわいい。かわいいね。まあ、ということでね、こんな感じで準備ができました。はい、こんな感じでちょっと撮影会したんですけど、もうね、今日はねプールもあるからプールも行きたいの。だからちょっと準備します。はい、入りました。はい、プールで写真を撮って楽しんでます。はい、もう私たちは濡れたらおしまいです。プールに何しに来たみたいなとこなんですけど、いい写真が撮れたね。そうだね、いい写真撮れたから満足しちゃった。部屋に戻ったらこのまま食べます。はい、ちょっとだけゆっくりしてから戻ります。私の水着はこんな感じです。かわいい。かわいいで、これね、もうかわいすぎて買ってしまった。なんか普段履かないような、うん、感じなんですけど、うん、かわいい。めっちゃかわいい、うん、はい、アミは白い水着を買いました。でもね、これ本当に水着っぽくなくて、もうこれぞ体型カバーみたいな感じじゃない。確かに、ね、でもちなみにこれ後ろがめっちゃかわいいな。リボン、ケーキを食べたいと思います。はい、誕生日なんだよ。そうだよね、なんか誕生日感がまだなくて。そうなんですよ。ハッピーバースデー歌うじゃん、一緒に歌う。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアミーユー、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。おめでとうございます。そう、ライターないから。そうそうそう、ろうそくはあんだけどね。そうそうそう、ろうそくはね、かわいいろうそく持ってんの。だから、せーの、イエーイイエーイ。食べよう。はい、よし、食べよう。いただきます。いただきます。しわた、あ、最高。うん、うわー、一瞬でなくなっちゃう。20歳超えたぐらいからずっと実感ないよね。え、ないないない。だよね。うん。年だけ取ってる感じ。え、わかわらず。別になんか何が変わるわけでもないけど、でもやっぱ、もう23って言うと結構大人の感じしない？どう？いや、みゆが、うん、知ってる23歳はこんなんじゃない。え、間違いない。20歳ぐらいからずっとそう思ってる。うん、なんとね、こちらのサラダを買ってきました。大好物なサラダ。本当に大好きなんだよね、これ。サラダ屋さんで一番美味しくない？え、絶対これ。で、今日ね、そう、夜ご飯こんな感じなんですけど、明日の朝はビュッフェだからめっちゃ楽しみ。超美味しいらしくて、ホテルビュッフェみたいな感じなのかな。へえ、めっちゃ美味しそうだったの、超楽しみ。22歳は毎年よりかはちゃんと動けた年だったよね。ブランドとかやってさ、確かに何も変わらなくはなかったね。うん、やっと念願のブランドができてね、自分たちの服を着てくれてる子がいるっていうのがすごい話だよね。本当に買ってくれて、写真とか送ってくれてる子がいて、本当にありがとうって思って、もうそれ見てるだけで幸せな気持ちになる。少しちゃうもんね。うん、本当に幸せじゃない、うん、もうだからこそ、もうこれからもやっぱり服をどんどん出していきたいっていうか、ブランドを やっていきたいなとは思ってるよね、今年も。思ってる、うん、大きくしたいね。うん、もっといろんな人に知ってもらえたらいいなっていう感じがしてるね。まあ、ちなみに言うとね、今 AW を考えてるところで、真っ只中です。うん、かわいいね。なんか今もうさ、
ブランド結構さ、秋冬出てんじゃん、うん、早すぎるんだよ間違いない、置いといてない私たち。でも本当に季節変わり目っていうか、冬入ってから結構経ってから届くとか、今回ちょっと遅くなっちゃったのが本当に申し訳ないんだけど、次はもっと早く出せるように頑張ります。頑張ります。はい、工場の兼ね合いとかね、いろいろあるのもね、姉たちの頑張りだけではどうにもできないところもあるんですけど、でも姉たちは全力でやろう。うん、今日はもうこれから、まあ、特にすることはないんだよね、うん、って感じで今日はゆっくりして、また明日かな。まあでもまた回せそうな時に回すよね、うん、回します。はい、バイバーイ、おやすみ。綺麗だよめっちゃ。うわ、観覧車があそこの間に見えるのねめっちゃ綺麗、素晴らしい夜景だよ。だってさ、24階だもんね、うん、観覧車どこに見えてんの。え、分かる人にしか分かんない。本当だ。お風呂から出てちょっとコンビニに行ってきたいと思います。行きます。夜のお散歩、この時間に散歩しに行くのやばい。何時か知らないでしょみんな。11時半。行きます。行きます。はい、ということでもう今日は寝たいと思います。はい、楽しさ、ご飯を楽しみに寝ますね。本当に楽しみ、美味しそうなんだよ、すごく。おやすみ。おはようございます。今日ちょっと曇ってるんですけど、あ、雨降ってる。雨が降ってますね、これは。今日はとりあえず準備をして朝ごはんを食べに行きたいと思います。おはようございます。おはようございます。今から朝食会場に向かいます。おじい、ローフレンチトーストが有名らしい。めっちゃバナナ。すごい、めちゃめちゃいろんな種類があって、食べきれるかな。そんな感じのものを取ってきました。やばくないね。とりあえず1回目これを食べます。種類多くてやばすぎた ね。朝ごはんとは思えない量。いただきます。おいしい。やばい。ゆっくり食べたいと思います。フレンチトーストを取ってきました。やばいね、なんか見た目からもうじわってなくなっちゃいそう。やばいね、うん。フレンチトーストっていうよりなんかほんとカスタードクリーム食べてますかぐらいの。でもやっぱ溶けてなくなっちゃう、やっぱり、うん、やばい、美味しすぎる。2回目、美味しそう。さっきヘルシー系だったけど、ちょっとなんかお惣菜みたいな感じのを取ってきました。がっつり。てか本当にフレンチトーストが美味しかったすぎてもう一個取ってきた。いただきます。
美味しい。すごいね、本当に、うん、これめっちゃ美味しい、とろってる。なんか朝から幸せすぎるね。ここはね、もう早く来て居座ってもいい。確かにゆっくり食べれるね。アミたちさ、結構今日あの計画通りに来れたから、うん、ゆっくり食べれてて嬉しい。ゆっくり食べます。今ね、デザート取ってきたんだけど、なんか、こういうのってさ、だいたい、あ、ちょっとみたいな、ちょっと微妙だなっていうのあんじゃん、こういう色のケーキって。もうなんか見るたび見るたび、全部美味しそうな名前すぎて、全種類取ってきた。何から行こうかな。レモンで。レモン。ちゃんと美味しいんだけど。取ってこよう。ごちそうさまでした。めっちゃ食べちゃったね。やばい。苦しすぎる、ちょっと。お腹いっぱいだね。ね、満足。美味しかった。ごちそうさま。はい、ということで、部屋に戻ってきて、出る準備をしました。はい。楽しかったね。楽しかった。今回も充実したホカンスをできました。はい。誕生日近い友達とね、ぜひ真似してほしいです。そうだね。でも友達のこと祝うだけでもさ、全然ホカンスっていいよね、うん。結構なんかリフレッシュできるから、だからここのホテルおすすめ。ということでね、まあ、今日はこれから映画を見たり、ちょっとフラッとお出かけをしてからお家に帰りたいと思います。はい。はい、ということで、バイバーイ。